こんにちは、コッコ、大型のコッコです。今回は本日20日ビル活デーに行ってきました。毎月の恒例の動画になります。今回も楽しんできたので購入品を紹介したいと思います。9000円分購入しました。それではビデオスタート。食品系を多く購入しました。パスタソースです。こちらはイカスミソースを2つ買ってきました。このメーカーのイカスミソースがすごく好きで、ウェルシアに売ってるのを発見したので購入してきました。次がマヨネーズとツナマヨです。これも購入したことがあるんですが、このキューティーのマヨネーズがこの 3つの穴でこうピューって出る感じなので、なんかこう見栄えがいいというか、かけすぎにならないかなって思ってます。はい。でこっちはツナマヨ、もうこちらは本当にツナマヨを作らなくていいからめちゃくちゃ楽ちんで、今度節分あるじゃないですか。でその時に恵方巻きを作ろうと思ってて、で恵方巻きの具材としてピュッとかけたら楽ができるんじゃないかなと思って購入しました。完熟トマト、ハヤシライスソース。はい。私はこちらのハヤシライスしか好きじゃないっていうと語弊があるから、こちらのハヤシライスソースがすごく好きで本当に美味しい。本当にこれ牛肉と玉ねぎしかいらないから簡単に作れるんじゃないかなと思います。楽できそう。賞味時間15分、いいですね。別にハヤシライス牛肉じゃなくてもポークハヤシライスでもいいみたいですね。はい、おすすめ。なんかこれの普通の1個ずつのパウチの1人分のルーが売ってるんですけど、それも好きですが、やっぱり普通肉作った方が美味しい。うん。はい。次、こちら。スライスソース。スライスチーズです。これもう本当に毎回買ってるんですけど、まあ、安いから買っているって感じで、パンの上にいつも振ってるので、チーズは必需品です。で食品系は最後かな。はい。チョコレート、明治のブラックチョコレートです。バレンタイン来月あるので、とりあえずチョコケーキかな、フォンダンショコラかわからないですけど、ガトーショコラか、そこら辺を作りたいと思います。はい。次は日用品もたくさん買ったので購入品紹介しますね。はい。じゃあこちらが歯ブラシと舌ブラシ、舌クリーナーっていうみたい。ノニオとこれはオーラ2。最近はオーラ2の歯ブラシにハマっているので、もう着色汚れを落とすっていうのもいいなと思って買いましたね。こちらも同じやつ、色違いで買いました。で下磨きはいろんなの使ってるんですけど、やっぱりノニオのやつが一番好きですね。磨きやすいかな。あとここの下のここあるじゃないですか、ここの大きさがちっちゃいから、歯ブラシ立てるやつに入れられるんですよ。それがねすごくいい。こんなこと言ってるのは私だけかもしれないけど、それもおすすめ。あとここでこうなんか汚れかき出せるみたいなので、これもいいかなと思って、ノニオ大好きです。はい。じゃあ次は、あ、片栗粉あった。片栗粉を好きな点はチャックがあるところ、それすっごく重要だと思います。はい。入浴剤、今回たくさん買いました。入浴剤、はい、温
糖、トロリン、炭酸油。この種類たくさんあって、今回は柑橘系の種類のものを買いました。で、4種類入っているらしいです。こういう感じ。これは？あ、もう、開けただけですごいいい匂いする。本当に。柚子？こちら。じゃん。引き湯。ファインヒートスマート。モデルの、この赤いやつ。唐辛子エキスが入っているやつがお気に入りで、前回買いました。こちらこれの詰め替え用で買いましたよ。すごくこれのいい点は、保温力がある。お風呂から洗ってもポカポカなのがすごく良くて、あとお風呂入った時になんか温度がすごいあったかいよね。41度でいつも設定してるんですけど、なんかすごい温まるからすごくいいなって思います。なのでこれもなんか3種類ぐらいあるんですけど、やっぱ赤がいいかな、唐辛子の方が温まるんじゃないかなと思ってこちらいつも買ってます。で、詰め替え用はここ ① のところを押して、どうすんの、押す。で、あ、で、ここ開けるんだって。お、開けまーす。そうすると、お、ここが出てるようになる。あ、すごい。すごいね。考える力すごい。もう思いつかないからね。私は。落ちてるけど。こういうのも入れるの下手で。だからここ、外れんのかな、ここ。そんなことない？あ、外れた。外れるんかい。いや、ちょっと中身入ってたから、あ、入りきれなかったんですけど、普通だと入ると思いますよ。板まろクリーナーです。こちらは、ショート動画でも結構出てると思うんですけど、掃除するとき、やっぱり板まろクリーナーで掃除することが多いです。もう何の洗剤使えばいいかわからないって思ったら、もう何でもかんでも歌まろ。手に優しくて素手でも使える、マスクもいらない便利クリーナーっていうのが結構いいですね。手荒れが結構ひどいので、匂いもすごくいい、好きな匂いです。アルミホイル、アルミホイルもよく使うんですよ。8ミリと15ミリ、8ミリじゃないな。8メートルと15メートルがあって、15メートルの方買いました。本当にすぐなくなるので、お餅焼いたりとか、ポテトをオーブンで焼いたりとかすることが多いかな。じゃあ、ブルーレット。除菌 EX。こちらの除菌 EX っていう方が、方をいつも買ってます。便器の縁、引っ越してきた時に、めちゃくちゃ汚かったんですよ。でも何しても取れなくて、これやってたら、ほんとどんどん薄くなってって、今では、まあ、めちゃくちゃ綺麗ってわけじゃないけど、もうすごいよりよく綺麗になったので、やっぱりこれ、効くんだなと思って、こちら買いました。トイレットペーパー。ネピアのトイレットペーパーです。で、こちらは、ウェルシアクーポンの中に、あなただけクーポンプレゼントっていうのがあって、Tポイント50ポイントつくので、こちらのネピアのやつを買ってきました。残り1個でしたね、こちら。だから、みんなそのクーポン当たってんのかなって思ってます。わかる。で、Tポイントクーポンで言うと、こちらの生理用品も、毎月買ってるんですけど、こちら買いました。で、こちらも Tポイントスタンプラリーっていうのがあって、ウェルシアマットの中で、で3つ買ったら250ポイント Tポイントつくそうなので、こちら3つ買ってきました。最後です。はい、あ、こちらもまた入浴剤だ。入浴剤何個買ってんの？ 1,2,3,4 個買ってる。4個目の入浴剤、
こちら半額コーナーにあった入浴剤です。金木犀の香りで美容液タイプだから、お風呂から上がってもしっとりするやつなのかな。あんまりこういうの買わないから楽しみです。220円の半額、これ1個しかなかったので、まあラッキーでした。はい、でマスカラですね。ヒロインメイクの01番スケグレージュという色ですね。なんかマスカラ、キャンメイクのマスカラの透明タイプのマスカラ買ってつけてるんですけど、なんかもう白くなって、なんかまつげから白が生えてるみたいになっちゃったので、やっぱり透明タイプよりもこちら黒の方がいいのかなと思って、重ね付けしようと思って買いました。で792円の半額で購入しました。こちらも半額コーナーにいろんな色ありました。赤とかワインレッドとかカーキとか黄色とかありましたよ。なので一番使えそうなグレージュ、もうミニサイズ、最近ミニサイズの化粧品増えてきます、増えてきてますもんね。こういう感じ、こういう色、自然なグレージュって言っても茶色ですね。ブラウン、ダークブラウンみたいな色に見えます。ヒロインメイクは前使ってたのでにじみにくいって有名だから使うの楽しみです。9000円分のエルカツ購入品紹介でした。今回は土曜日だったので夫婦で行けたんですけど、来月は平日かな、どうなんだろう。いろいろ今日雨降ってたんで持ち帰るの大変でした。今回も爆買いできて楽しかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。